ここからはですね、大阪西天満にございます、インタープレイ8、こちらでですね、毎週土曜日に、セッションをやっております、まあ、基本的にインタープレイ8の方はですね、参加者はほとんどみんなアマチュアで、みんなが集まって、やっているところで初めての方も、どんどんいらっしゃって気持って来てくださって結構ですというようなそういうお店でございましてですね、そこで仲間になったメンバーが今日は誰と誰と誰というような形でですね、ご一緒させてもらっています、非常に、まあ、いろんなところで、活躍されていらっしゃる方もこの後続々と、出てまいりますので、お楽しみください、1曲目ですね、ムーングローという、曲でございました、2曲目ですね、今日はちょっとクラリネット普段サックス
のが萩敦子、ドラムが錦織俊樹、ベースが、日高さとしでございます。普段作曲する時の今日はこのネタでございます。川崎忠彦でございます。ありがとうございます。最後の曲になります。エンリコ、ピエラ・ヌンツィ、イタリアのピアニストのちょっと綺麗な難しい曲なんですけども、美しい曲でベルズが、お届けします。ありがとうございました。
ビートレコード2テンマ、エクスプレス